こんにちは、粟田洋介です。今日はこの帽子にアクリル絵の具と T ペンというもので絵を描いていきます。今日描くのはこういう帽子なんですけど、今かぶっているのも前にペイントしたものです。で、これもアクリル絵の具と T ペンで描きました。この辺は蛍光色のアクリル絵の具で色を塗って、それからこういう線の部分は T ペンというもので描きました。私にとってこの T ペンっていうのはすごく使いやすいので、この T ペンというものを使っていますが、こういう細い筆を使えばこういう線のところもアクリル絵の具で描くことができます。手書きの T シャツとかもそうなんですけど、このペイントは洗濯しても落ちないのかということをよく聞かれます。T ペンやアクリル絵の具でペイントしたところは洗っても落ちません。T ペンっていうのは布に描く専用の画材だし、アクリル絵の具っていうのはアクリル樹脂で固まると水に溶けません。なので絵を描いてて間違えて服に垂らしちゃったりしても洗濯しても洗濯しても落ちません。ただアクリル絵の具は水に全然薄めないでそのまんまで描いたりすると、洗濯しているうちに分厚いのが剥がれる場合もあります。剥がれない場合もありますけど、もしくは結構水に薄めて水っぽくして描いた場合は、何回も何回も洗濯しているうちにちょっと色が薄れてくることがあります。なので最近私はこの布用のメディウムを少し混ぜることにしています。今日もこのメディウムを混ぜて描いていこうと思っています。ただこの T シャツかなり前に描いて何回も洗濯しているんですが、水で薄めた部分もかなり色が残っています。ただ販売したりする場合はなるべくそういう風に薄れてきちゃうことがないように、このメディウムを混ぜることにしました。ということで洗濯しても色落ちしない方法をかなり考えた上で描いていますので、色落ちはかなりしづらいです。最近私は結構 T ペンだけで描いちゃうこともあるんですけど、多分私のチャンネルご覧になっている方はアクリル絵の具を使う方が多いと思うので、アクリル絵の具を使った描き方を紹介していこうと思います。まずはちょっと T ペンで絵を描いていこうと思います。その後にそこにアクリル絵の具で塗っていきます。そういう描き方の方が私は描きやすいのでそういう風にしますが、アクリル絵の具だけで描いても大丈夫です。このままこう描くのは描きづらいので、こういうバケツとボールを用意しました。バケツにこういう風にボールを置いて、そこに帽子を置きます。そうするとこういう風に描きやすくなります。このボールとバケツはこういう帽子を描くときにどうしたら描きやすいかなと思って、こういう方法にたどり着いたんですが、ここが丸いので結構描きやすいです。もしも帽子のワンポイントにちょっと描くんであれば、まあこういう風にしてもいいし、代わりに下にボードを入れてこんな感じで描くこともできます。今日は全体に描くのでこういう感じにします。こうやっていちいち手で動かしながら下に手を入れてこんな風にして描いたり、こんな感じで塗りました。今度はアクリル絵の具を使います。ちょっと広い部分を塗っていこうと思います。ちょっとこんな感じの茶色を作って、メディウムはだいたいこのぐらい。私は数字があんまり得意じゃないんで、何対何とか言って間違えたことを言ってしまうと困るので、だいたいこんなもんって感じで、絵の具3にメディウム1かな、多分絵の具4に対してメディウム1ぐらい、ちょっと数字がちょっとわかんないですけど、メディウムの量は絵の具の半分以下って感じですね。で、水をバーって入れて、水の量は絵の具の量よりちょっと多めぐらいですかね。こんな感じにします。もうちょっと水を足します。
そうすると塗りやすくなります。メディウムも入れてあるんで大丈夫です。もっと水を足します。大きい筆で塗っていきます。失敗したのが、最初に少し水で混ぜてからたくさん水を入れた方が混ぜやすかったんですが、まあしょうがない。なんかこんな感じにとりあえずなりました。アクリル絵の具を乾かして、それからまた続きを描いていこうと思います。このアクリル絵の具の部分が乾きました。これを乾かしている間にちょっとこの帽子に絵を描いたんですが、この辺塗りつぶしている部分、アクリル絵の具じゃなくて T ペンをバーって出して筆で伸ばして塗りました。その時に気づいたんですが、さっきここに塗ったみたいにアクリル絵の具に水を混ぜたもので塗った方が塗りやすかったです。 T ペンに水を混ぜても伸びが良くなるかもしれないんですが、 T ペンに水を混ぜる場合は私はこの布用のメディウムを混ぜます。 T ペンは樹脂の塗料が入っていて、その樹脂が固まると洗濯しても落ちなくなります。でも水を混ぜるとその樹脂が薄まってしまい、定着力が薄くなります。そこでこのメディウムを混ぜるわけです。このメディウムも樹脂でできています。アクリル絵の具にもアクリル樹脂が入っていて、それが固まることによって洗濯しても落ちなくなります。まあアクリルプラスチックですね。それが固まると落ちないというわけです。でもアクリル絵の具も水をたくさん混ぜてしまうと、そのアクリル樹脂が薄まってしまうので定着力が薄くなります。なのでたくさん水を入れる場合はこのメディウムを混ぜるというわけです。ちょっとこの上から T ペンとか、さっき余ったこのアクリル絵の具なんかも使いながら描いていきます。この縫い目のところはちょっと描きづらいです。Tペンで広く塗るときはこんな感じで塗ります。
違うな、ピンクもいいかな、ピンクかな、いいぞ。こんな感じの帽子が完成しました。どの面を前にしてかぶってもいいし、かぶり方によって結構印象が変わって楽しいんじゃないかと思います。茶色を多く使って色は結構地味なんですけど、かなり楽しい帽子だと思います。ほとんどアクリル絵の具で描いたのはこの茶色とか黒の部分なんですが、この白い部分は T ペンで大きく塗ったんですけど、この部分とかもアクリル絵の具で塗っても良かったと思います。ただ T ペンでこうやって書いてたので、めんどくさいからそのまんま T ペンでウィーって出して筆でビャーって伸ばしたって感じです。で、今私が被ってる帽子なんですが、これは星座になってて、水亀座、魚座、ヤギ座、伊手座、おしつじ座、おうし座、双子座、カニ座、サソリ座、獅子座、乙女座、天秤座って感じですね。結構この1週間帽子に絵を描いてて、なんかこういうのとかこういうのとか、あとこういうのですね、すごい派手。あとこんなのも描きました。あとさっき描いたこれですね。売れなかったらこれ自分で欲しいなと思っています。前回の動画は日傘に絵を描く動画だったんですが、その時はアクリル絵の具と水と布用のメディウム、それをどんな感じで混ぜてるかはちょっとお見せできなかったんですが、今回この茶色を塗ったような感じ、そんな感じの水の薄め方であの傘も描きました。まあ、この辺の帽子は新品なんですが、前回の傘はちょっと汚れた傘で、そんな感じで古くてちょっと汚れたものにペイントなんかすると、ちょっと汚れて身につけたくなかったものがまた新たに楽しく身につけることができるんじゃないかと思います。もちろんこういう感じで新品に描いても楽しいと思います。というわけで今回の動画は以上です。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録などいただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お目にかかりましょう。さよなら。